今回ご紹介しますのは、AGF のブレンディですね、ロイヤルミルクティーを紹介したんですね。ブレンディロイヤルミルクティーっていうね、下手くそがーっていうね、ものがね、私ちょっとね、今自分の下手くそさにね、イラッとしてしまいましたけども、今回はね、ロイヤルブランディですね。ではね、飲んでみたいかなと思います。ロイヤルブランディで、ブレンディですね。ブランディじゃねえよみたいなね、ではね、こうね、こうかき混ぜまして、飲んでみたいと思いますね。うん。あ、確かに濃厚な味ですね。で、やはり確かに高級な味わいがしますね。で、濃厚でいて泡がすごいこれ。で、他にもこういうミルクティーだからこんな泡すごいのは初めてだね。泡がすごくて、で、濃厚なんですよね。でいて、うん、この、なんとも言えないね、甘さと、香りとコクがあって、で、なかなかね、いいなと思いますね。で、うん、このコクでいて、まろやかさがあり、このなんて言うんだろうな、ちょっとこう贅沢な感じのミルクティーっていうのがなかなかいいですな。で、うん、なかなかの悪くない、いいね、あの味わいだなっていうふうに思いますね。で、このうん、最初に出てくる泡がまたいい感じ、あの高級っぽくていいんですよね。で、これ通常のミルクティー、あの AGF のミルクティーと比べて高めなんですよね。300円近くするんだから、240円ぐらいか、それぐらいするんですよこれ。だけど、まあ味わいははるかにこっちの方が上って感じですね。で、ある意味その缶コーヒーとかそういった缶のやつでもあんまり飲んだことないような味わいかもしれない、これは。ここまで濃厚なミルクティーっていうのはね。まあこうやって粉で、ご家庭で作ってくださいみたいな感じのやつってと、大抵、あの、まあ普通でも美味しいんだけど、その、茶葉なんだけど、それよりはるかに超えてんだよ、これ。それがいいんですよ。で、飲んだ時の甘さが全然違うんだよね。茶葉の香りも違うし、あの、ミルクの濃厚さと、甘さも非常にだいぶ違くて、こっちの方が甘さがあっていい味わいだなっていうふうに思う。ちょっと値段は通常よりちょっと値段は高めなんですが、まあ6本しか入ってなくてね、
それで240円ぐらいでしょ。で、それに消費税が確かつくと思った。でもこれは本来の AGF だと200円ぐらいか、198円ぐらいで買えるから、まあ200円ぐらいですよね。まあそれで本数はそっちの方が10本ぐらいは入ってんのかな、8本か、8本ぐらい入ってるんですよね。まあそれと比べてこっちは6本って少なめだけども、でもまあ高級のやつはね、好きなので、まあ毎度毎度飲めますかって言うと、毎度毎度飲めるとは限らないですけど、でもなかなかいい味わいだと思いますよ。何しろこれ泡が出てくるっていうのがね、意外でございましたし。で、この飲みが飲むほど、濃さがね、時間が経つと、どん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 不思議とより濃くなっていくような、感じなんですよね。だちょっと時間が置いておくと、本来はまあ時間を置いといたってね、まあ変わりはしないっていうのがあるんだけど、これの場合は不思議と、時間が置いてもだんだん濃くなってくるというかね、まあそんな感じがするんですよ。で、非常にいい味わいで、これはいいなって思うね。ぎゅっと本当にその言葉通り、ここに言葉があるんですけど、まあ、この言葉通りぎゅっと詰まってるって感じで、濃厚の感じさがすごい出ていて、これはこれでいい味わいの、ものだというふうに、私は、感じました。まあこれを飲んだことね、あるかないかとか。あるかないかはそれはあなた次第ですと話になりますけども、でもまあ飲んでみてもね、結構いい、結構って言って何か申し訳ないんですけど、いい味わいではないかなと思います。どうもありがとうございました。